こんな感じのドリーショットをあまりお金をかけずに撮る方法を紹介するよ。ぜひ最後まで見てね。皆さんこんにちは。ワンダーシェアフィモーラのカレブです。ドリーショットまたはトラッキングショットとは、台車などでカメラを移動しながら撮影する映画制作のテクニックのこと。このダイナミックな手法を使うと、絵力が強い魅力的な映像を撮影することができるよ。ただ問題は、ドリー用の台車は高いということ。そう、すごく高価なんだ。だけど今回紹介するクリエイティブな方法とフィモーラ12の新機能手ブレ補正を使えば、同様の効果を格安で実現できちゃうよ。それでは早速始めよう。理論上は車輪のあるものなら何でもドリー撮影に使えそうだけど、一番の問題は安定してるかどうか。プロ用の台車、特にレールを敷いた台車は驚異的な安定感だよ。私たちが目指すのは、台車で撮影する際のブレを最小限に抑えて、あとはフィモーラ12でカバーすること。オフィスチェア、身近に回転椅子があればこれがベスト。椅子に座って誰かに押したり引いたりしてもらうか、自分の足で動かしてみよう。椅子の背もたれを使えばさらに安定感のある撮影ができるよ。オフィスチェアを使う最大のメリットは、三脚みたいに高さを調節できること。思い通りの高さから撮影できるね。スケートボード、スケートボードは持ち運びが楽なのがメリット。スケボーの真ん中に慎重に三脚を乗せてみよう。こうして荷重をかけることで安定させて撮影ができるよ。デメリットは、面積が狭くて安定しておけないことと、曲がるのが難しいことかな。平台車、これはすごくおすすめ。使用感も撮影用ドリーに近いよ。ホームセンターで入手できるんだけど、材料から自作するより完成品を買う方が安いかも。キャスターが回転しないタイプもあるから、購入の際には注意してね。扱いはスケートボードとほぼ同じ。十分な大きさのある平台車に三脚を乗せればすごく役立ってくれるはずだよ。ではフィモーラ12の手ブレ補正機能を試してみよう。フィモーラ12を立ち上げたら、タイムラインにクリップを配置して、クリップを選択し、ビデオ、AI ツール、手ブレ補正を選択。真ん中の四角いボタンをクリックすると、フィモーラ12が自動的に映像分析を始めるよ。完了したら、すぐに補正結果を比較して確認可能。滑らかさのレベルをいじって、映像を微調整してみよう。レベルが高いほどズームインしていくので、撮影するときは少し広めの構図になるように意識するといいね。手ブレ補正はカメラが水平方向か垂直方向のどちらかにのみ動く場合に最も効果的で、そうでない動きの場合は想定外のブレが発生してしまう可能性があるよ。エッジ処理は画面の端が映り込んでしまうようなケースに対処するためのもの。これはミラーにしておくのがベストだけど、必要に応じて他のものも試してみてね。ね、フィモーラ12の手ブレ補正は本当に簡単でしょ。以上、お金をかけずにいい感じのドリーショットを撮影する方法でした。ドリーショットに挑戦したら、ぜひコメント欄で教えてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とベルボタンをクリックして、最新の動画情報をお見逃しなく。Keep Creating! またお会いしましょう。